ただいまより HC 栃木日光アイスバックス決勝祈願祭を再開いたします。みなぎる力に委ねつつ技をし競う草草の運動競技の握り見る中に常も狼たちの大御逸を仰ぎ祭り遠飛び祭り追い持ちは来る務めに力を尽くし技を研ぎ来たりし HC 栃木日光アイスバックスこの度リーグ制覇を目指しいい日もの心を一つに令和元年葉月みそかあまり1日より繰り開かれるアジアリーグアイスホッケー2019-2020 の熱き試合に臨むこととはなりん。これを持ちてやそか日はあれども今日を幾日のたる日と選び定めて監督有ペッカ式記念にキャプテン佐藤博人をはじめ関わり深き選手らスタッフ大前に舞い上り八代の御手蔵立て祭りてただひたすらに必勝祈願を恋のみ祭らくをやがて競技の場に立ち向かいては日頃鍛えし技を示して誉れある価値名乗りを上げさしめたまいHC 栃木日光アイスバックスの皆をいや高にいや広にあげしめたまえとかしこみかしこみも恋のみまつらくと申す。It's a really nice rally this year. I think it's a, we need this every year, team lead this one because we got more together and I think this is a really, really nice situation and of course it's not so easy for import people. We have a three guys who always come to somewhere and then it's not easy but a really nice situation. And of course I think I wish this helps the team because now this is a tradition. Every year we come here and we give a
little bit help. And then so I think so this is a, if you believe that this one is, I think it's helping. The 日本優勝と J リーグ優勝が目標で、スタートにホームゲームがたくさんあるので、そこでしっかり勝ち点をつけていいスタートを切れればと思います。サマグシとかやったことがなかったので少し緊張しましたけど、まあ、無事に終えれてよかったなと思います。しっかりみんなの前に立ってみんなをリードしていけるようなキャプテンになれるかなと思います。ファンの皆様と共に1シーズン戦いたいと思っておりますので、今シーズンも熱い声援の方よろしくお願いします。